ここを拡大すると日本地図が見えてきます。で、今この青いところ、これね、日本列島です。上が北海道で、下は九州で、沖縄か、沖縄じゃないか、あ、九州で、四国で、本州。ちょっと行ってみましょう。ここは九州ですね。ここは四国。あ、淡路島かな。で、本州。で、北海道までありますね。実際に歩いてみましょう。細かい五島列島とかああいうのはないね。ざっくり。これは何だろう。石川とかかな。石川福井とか。この辺がちょっとごちゃごちゃしてるね。ここどこだろう。この島ってなんだろう。これは。佐渡島か。島流しにした島ですよ。で、ここが北海道函館から上ですね。札幌この辺か。なんか釧路か、釧路か、この辺が。ここが、ここが分かんない。まあ、こっから見たらちょっと分かんないですね。上から見たらよく分かる。まあ、ただそれだけなんですけどね。ちょうどこっち側からじゃ見えないか、太陽が。邪魔で。
から見たらやっぱ分かりやすいね。あの草がちょっと邪魔、この辺が分かりやすい、あの上が分かりづらいね。ちょうどね、川の水もなんか穏やかで波立ってないからいい感じ。はい、ということで加東市の日本列島でした。